プロキロをご覧の皆さんこんにちはいつもご覧いただきありがとうございますさて先日よりご案内しておりますこちら日本を動かす100の行動皆様お読みいただけましたでしょうか動画ではご紹介できていない部分も掲載しておりますのでぜひお手に取ってご覧くださいそれでは100の行動83過度な規制をなくし自己責任のルールを社会に浸透させようについてお話しいただきます 日本のマチュピチュと称される天空の首都武田城にはロープが張られ立ち入り禁止区域が設けられています一方でアメリカのグランドキャニオンには主要な場所以外では柵はありません日本では行政が安全を担保するのも当然しかしリスクをゼロに近づけようとすればするほど政府や企業のコストは膨大になり 結局は納税者・消費者が負担することになります。消費者の安全は、政府・企業・消費者が一体となって担保する必要があります。1. 政府は必要最低限のルールを策定して市場を監視せよ。まず、行政は規制を必要最小限に抑えることが必要です。問題が起こった際に、一部の不届き者を厳罰に処し、 迅速な原因究明と再発防止が可能となる体制を確立させることが重要と考えます。2, 2.。消費者庁は消費者の声を業界に反映する。橋渡し役となり、産業を育成する役割を果たせ。2012年消費者庁はコンプカチャについて景品表示法違反の疑いを指摘しました。これを受け、ゲーム会社は一斉にコンプカチャを廃止しました。消費者庁は？ 運用基準改定前については違法認定をしないという判断を行いました結果的に消費者も産業も守ることができましたこのように消費者庁は消費者の声を業界に反映する橋渡し役となり業界を健全化しつつ産業を育成する役割を担うべきと考えます三、消費者は政府への過度の期待を持たず賢明な消費者となれ 消費者が賢明な購買行動を取ることにより、法律で縛ることなく悪質な企業を市場から淘汰することができます。一方、政府に頼ると規制が強化され、産業界のコストが上がり、結果的に消費者負担が増えることとなります。我々消費者が政府に依存することなく賢明な購買行動を取っていく必要があると思います。